いやー、前回のさ、パートから、もう何ヶ月経った？ 4 ヶ月、5ヶ月は経った気がするんですよ。ねえ、ジョー君。ね。やっぱ一人は寂しいですね。はい、ってなわけで、どうもどうも、こんばんは、馬でございます。ちょっとさ、あまりにも久しぶりすぎてさ、どういう入り方してたかも思い出せないんだけど、そう、今回、ジョー君がいません。はい。ちょっとね、最近、全然、ジョー君とも、時間が合わなくて、ラジオとかも全然収録できなかったんで、ちょっとね、ここやで一回生存確認ということで、今回私一人でやっていこうかなと思います。では、今宵も元気にやっていきましょう。馬と、のストレンジナイト、イエーイ。はい、ってなわけで、今オープニング流れてるのかな。もう何も考えずに今撮ってるから、もしかしたら今回は私選曲の音楽が流れてるかもしれないし、流れてないかもしれないですね。何も考えずに今撮ってるんで、いやー、ちょっとね、近所の報告とかかな。今回はそんな長くはやんないんで。だってさ、ジョージとラジオやってるとき、何十分やってた？もう50分くらいやってたよね。長いときでもう1時間弱やってたんで、ちょっとね、今回はちょっと一人で、まあ、10分、5分？ 5 分、10分？喋れればなと、ちょっと思っております。で、まあ、さっきもちらって言ったんだけど、最近ちょっと忙しくて、お互いになかなか時間が作れなくて。で、ジョー君も、全然最近話してないんだよ。LINE とかも全然してないし。で、ちょっとラジオをやるタイミングがないなと、お互い話し合いまして。なんで、ちょっとしばらくはね、ストレンジナイト休みかなって流れだったんですけど、ちょっとそれ、お休みするっていう内容もちょっと取れなくて、なんでちょっと間がすごい開いちゃったんですけど、まだ、別に今回この動画一人でやってるけど、次回からジョージは復帰するよってわけでもないんで、とりあえず一人やってるんだけど、ちょっとね、この場を借りてお詫びします。ちょっと申し訳ありません。なかなかね、タイミングが合わないからね。別に一緒に集まってやったわけじゃないんで、このラジオは。まあ、ディスコードっていう、なんだ？まあ、スカイプみたいな、そういう通話アプリを使っていつも収録してるんですけど、どうも最近ジョー君忙しいみたいで、まあこの時期はね、結構忙しいからね、何かと、お互いに。久しぶりにジョー君の顔も見たいんですけど、もう結構会ってないんで最近。で、結構私も最近忙しくて、結構忙しくて時間なかったりで、全然動画の方が収録できてなくて、以前に比べたらすごい投稿頻度が下がってる
ってる勢いでチャンネル登録者もすごい減ってんですよ最近。なんでね、ちょっとすごいなんか皆さんには申し訳ないと思ってるんですけど、ちょっとこれからまた頑張らないといけませんね。なんかやってほしいゲームとかも募集してみようかな。なんかやってほしいゲームとかありました、ぜひコメントの方でお願いいたします。まあでも迫田さんと最近絶対絶命都市のゲーム実況とかやってるんで、結構迫田さんとは時間が合うんで、なぜか迫田さんとだけ合うんで、結構な頻度で絶対絶命都市は収録してるんですけど、まあまだゲームも中盤くらいなのかな、全然終わる気配がないんで、今後週1投稿で何ヶ月かはやっていくと思います。でもね、一応ね、最近週2回投稿はしてましたけど、ため撮りの方がちょっとなくなってきたんで、また毎週日曜日にね、ストレンジナイトじゃなくて絶対絶命都市上げていこうと思ってるんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。あのね、このラジオもね、まあ、馬とジョージのストレンジナイトっていう、まあ俺とジョージの冠番組なわけですよ一応。でも前にもジョー君が忙しくて私と通話ができないんで、今この動画のタイトルどうなってるか分かんないけど、多分馬のストレンジナイトとかになってるのかな、あんまよく分かんないですけど、とりあえずね、ラジオはなんとか続けていきたいなと俺は思ってるんで、もしかしたら、いや本当もしかしたらだよ、迫田さんとか迫田さんとかちょっと召喚するかもしれませんね、このラジオに。まあ一時的な代理としてパーソナリティをちょっと務めてもらうかもしれないんで、まあ迫田さんには結構以前からストレンジナイトの CM とかには出てもらってるんで、あのサルゲッチのね CM とか出てもらってるんで、ちょっと近いうちに出てもらおうかなと前から考えてたんですよ。結構迫田さんもまあ絶対絶命として収録の時にも、最近ストレンジナイトやんないねみたいな言ってくれたりとか、あとは前から出たいと、俺もストレンジナイト出してくれよと言ってくれてたんで、ちょっとこれはいいかなと思ってちょっと次回以降もしかしたら迫田さんをメインパーソナリティとして、ジョージ君の活動休止のタイミングと合わせてね、ちょっとやるかもしれないですね。でもまあ迫田さんってどんな形なんだろうね、ラジオやるとしたら、それも楽しみですけども、そうね、絶対絶命都市の実況ももう結構やってますし、何ヶ月2ヶ月くらいやってるのかな、やってますし、そろそろ今回は CM じゃなくてちゃんと出てもらおうかなと。迫田さんはちょうど今度収録する日が決まってるんで、絶対絶命都市、その時にでもちょっと声かけてやろうと思っているので、しばらくは馬と迫田さんの、馬と迫田さんってだけだな、迫田って呼びたいけど、でも迫田さんは迫田じゃなくて迫田さんなので、ちょっと難しいねそこは馬と迫田さんのストレンジナイトになるかもしれないんで、どうしよう。なんか迫田さんへのなんかメッセージとかも募集したいですけど、いかんせんこのラジオを今収録してるのと次回の迫田さんの収録日が空いてないんですよ、もう時間が日にちがね。なんで今回募集したお便りとかは多分迫田さんとの収録の間に間に合わないかもしれないんで、そこは申し訳ないんですけど、まあいつもはジョージ君とやってる時に募集してたストレンジメッセージとかそういうのをちょっと
さくらさんが MC でもやろうかなと思ってるんで、うん、どうだろう。ジョージもそんな、また何年もは大げさかな、何年もまあ活動休止するってわけじゃないと思うんで、そろそろね、まあすぐではないですけど、また彼のスケジュールと私のスケジュールが合う時が来たら、またねやろうと思ってるんで、まあ、今後はどうだ、上抜きでもいいかもしれないね。迫田さんとジョージのステンジナイトみたいな、まあ、冠番組だけど、一応この番組一応ね、ストレンジピープルズ、ピーポーズ、SP プロジェクトのメンバーにもみんな出てもらいたいと思ってるんで、いつかちょっと5人でやりたいなとも思ってたりするんだよ。5人グループなんで、なんかチームナックスみたいだけどでも5人でラジオだったら収集がつかないからってジョー君は言ってますけどね。でいつかは5人でなんかラジオとかやりたいなと思ってるんでいやー、もう10分経ったんだ、早いな。さてさて、まあ俺自体は結構動画とか撮るの楽しいからどんどんやっていきたいんだけど、どうもやっぱねスケジュールの問題があるんで結構忙しいんで、我々結構あの実況一本じゃないんで普通の YouTuber だけど YouTuber じゃないんで、ちょっとねこれからもぼちぼちと活動していけたなと思います。じゃあちょっと一人で悲しいけど、せっかくなんでストレンジメッセージじゃありますか。あの前回の動画の方にちょっとコメントをいただいてるんですけど、もう4ヶ月くらいは返してなかったんで、5ヶ月4ヶ月、ちょっと申し訳ないと思うんで、一人ですけどストレンジメッセージ読ませていただきます。ではストレンジメッセージ、イエーイ。はい、ってなわけで今回もストレンジメッセージ読ませていただきます。ストレンジネームバルールバルールさん、いつもありがとうございます。ほんとジョー君が今日はいないですけど、いつもありがとうございます。ほんと感謝してます。ピンボケ質問にお答えいただきましてありがとうございました。あ、いえいえ、不思議そうなご反応を拝聴し声を出して笑ってしまいました。あー、なんかあの靴下を左右違う種類を履くとかいうやつだったよね。無駄に謎だけど、あれは。では、捨て猫は流行りましてと重ねて尋ねたい頭にてございます。あ、等かな？重ねたい等にてございます。おー、捨て猫か。お若い方々からのお手当があると、よくざんすのにね。いえいえ、そんなことないですよ。お二人の会話は微笑ましくて楽しいですが、そのきっかけが増えます。すればね。とのことです。ありがとうございます。その、二人のもう一人がいないんですけど、今日は。いやー、ちょっと、捨て猫か。捨て猫パンツとかよく聞きますけどね。捨て猫パンツって言ったらやっぱなんか、ドラクエのイメージがありますけど、なんかあの、青と白のボーダーのさ、捨て猫パンツを手に入れたみたいなあんじゃん。だけど、捨て猫パンツ結構でも流行ってると思うな、俺は。うん、俺はあんま履かないんだけど、結構最近の若者には結構おしゃれというか、フラットな感じで結構カジュアルに着こなせると思うんで、まあなんかおじさんとかが履いてるような捨て猫パンツじゃないと思うんだけど、なんかすごいシュッとした感じの若者向きの捨て猫パンツも最近出てると思うんですよ、いろんなブランドさんからね。だからそれで結構流行ってるのは事実だと思いますね、捨て猫パンツ。ただね、靴下の左右が違う靴下ってやっぱ分かんない。ごめん。比較的若者かもしれないんだけど、でも、それはやっぱ分かんないわ。どうしても。でも、捨て猫パンツは多分流行ってんじゃないですかね。ちょっと前じゃないか、結構前にテレビの特集でも組まれてた気がするんで、捨て猫パンツ。最近なんか、そういう昔流行ったものがまた流行るっていうのはあるじゃないですか。なんかベイブレードみたいな。多分そういうのなんじゃないですかね。わかんないですけど。わかんないけどね。はい。てなわけで、ちょっと期間は空いちゃいましたが、今回もストレンジメッセージ募集しております。
最近あったストレンジな話、私馬と、どうしよう、誰にしようかな。迫田さんでいいかな、今回は。迫田さんへの質問とか、あとは私たち、まあ、馬とか迫田さんとかジョージュに聞いてもらいたいこととか、あとはあのなんだ、ジョー君がジョー君がもう何回も以前から言ってた大満足みかんある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 来んのかな、これ。来ないでしょ、大満足みかんあるあるなど、ぜひどしどし送ってください。お便りの方はこの動画のコメント欄、または SP プロジェクトの公式 Twitter へのダイレクトメッセージ、またはメールアドレスのstrangenight.radio@gmail.com までお送りください。詳しいねメールアドレスや Twitter とかの ID などは動画の説明欄に載せてあるので、ぜひそちらも覗いていってください。以上、ストレンジメッセージでした。ストレンジエンディング、 S-A-T-U-R、 あ、ごめん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 、今多分ストレンジじゃない、サタデーナイトが流れてると思うんで。いやー、ストレンジエンディング、これもさ、ジョージ君がなんかダサいダサいって言ってたよね、なんかずっと。でも最終的にはストレンジエンディングでいいってなって、すごいもう最後はもうかっこいいとかイケてるとか言ってましたけど、たださ、なんかさ思ったんだけどさ、なんか今回なんかジョージが死んだみたいなさ話し方になっちゃったな、あいつはいいやつだったみたいなさ元気ですかね、忙しいけど全然元気にしてると思うんで、心配ですけど私も。まあ私はもうジョージ君の復帰をお待ちしてるというか、楽しみに待ってるんでね。もしかしたらこのラジオ聞いてると思うんで、イエーイ、ジョージ聞いてる聞いてる、待ってるよ、いつでも帰っておいで。なんかやるな、なんか病気休養してるみたいな、普通に元気なんで、ジョージ君ピンピンしてるんでなんか俺の言い方が悪かったな、なんか普通にスケジュールが合わないだけなんで。はい、てなわけで、まあ次回はじゃあ何としても迫田さんをちょっと呼びたいなと思ってるんで、じゃあ馬と迫田さんで次回以降なのかな、まあジョー君が復帰するまでは迫田さんとね、ペースは前みたいに毎週投稿とか無理かもしれないですけど、とりあえずジョー君が復帰するまでの間何回かは迫田さんとやりたいなと思っている所存ですので、ぜひ馬とジョージュ、そして迫田さんの方をよろしくお願いいたします。というわけで、ここまでのお相手は私馬でお送りいたしました。ではご清聴ありがとうございました。バイバーイ。